はいはい、どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。 TKZ タカ Z と今です。まあ今回はメタクエスト3早速ねやっていきたいと思います。まずねこのフィルムとか抜きますか。はい、フィルムとか取ってね、三脚のバランスが悪い、よいしょ、三脚のバランスが悪い、よいしょ、固定する。説明書2個よいしょ。外しますか。外しちゃいます。よいしょ。外した。外しちゃったよ。で、これ抜きます。抜けばいいの?硬いんだけど。本当に抜い、これでいいの?はい、抜いちゃったよ。これで合ってんの?本当に合ってんのか?よいしょ、抜いちゃったよ。まあ、で、これで電池入ったんでしょう。これでいいのかな?じゃあ、つけますか。どうやってつけばいいんだろう?説明書読んでも、ちょっと難しいですね。まず、どうしたらいいんだ?結構匂いしますね。匂い濃い。匂いが濃い。背面のストラップを右左スライドさせて、最も快適な締まり具合に、なるほど、やっていきましょう。いや難しいですね、なんか硬い硬いですね、右左。本当に合ってたかなこれ、若干動きましたね。でも、外に出すのがむずいですね。なんかコツとかあるのかな。おー、いい感じですね。そうですね、真ん中を振ってあげて動かす感じですかね。かかんないですけど、ああ、しっかりはめました。はい、だいぶしっかり、きましたね。はい。で、どうしたらいいんだ?で、上部の、使ってあげた方がいいかな。ああ、これはいい感じですね。で、電源押してみますか。いきます。はい、スタート。あ、着いた。着きました。で、下で、これ変えられるらしいですね。レンズの位置を。ああ、このダイヤルというか何ですか。おー、来た。ああ、この辺かな?なんか、ね、マークが。あ、なんか、映ったんですね。おー、実写です。実写が来ました。やばい、映っちゃいけないものがなんかいろいろ映そう。まあ、画面ロックができないんですかね、まだ。あ、音量ね。映ってます、実写が。あ、62。これダイヤルで動かさますね。まあ、60ぐらいにしときますか。で、画面映ってます。ちょっと酔いますね。ぐにゃんぐにゃんしてますね、近づくと。でも 3D で映ってます。いや、これ画面抜きました。はい、抜きました。だから抜いてくださいっていう指示が出てますね。おー、すげえ。いや、本当に 3D なんで。もうね、まあでもなんか歪みますね、結構。でも距離感はつかめるかな。ある程度ぐにゃんぐにゃんしますけどね。おー、実写が映ってます。まず最初に Wi-Fi 接続できますね。メタクエストモバイルアプリ、で、QR コードどうやって出そう。どうやんだ、わかんないっすね。わからない。一回止めます。はい、Wi-Fi 接続できたっぽいですね。よいしょ、完了。あ、モバイルアプリで設定を続ける。なるほど。Wi-Fi 設定続けられますね。ヘッドセットを接続します。アップデートを完了するとヘッドセットの音が鳴ります。はい。お、来た。何?
画面が消えました。画面が消えた。なんだろう、真ん中に見えた。設定を続けます。モバイルアプリを使って次のセットアップを完了してください。ヘッドセットを接続します。アップデート。なるほど、アバターの作成出ましたね。スマホでアバターの設定しますか。どれだろう、こんな感じ。で、まあこんな感じ。こんな感じかな。ヘアカラー、顔の形、こんな感じ。これでいいんじゃない。ここ広い感じ。こんな感じか、こんな感じですかね。で、なんかいろいろ選べんの。普通でいいんだけど。こんな目立った感じじゃなくて、なんか面白い、まあ面白いのにしとくか。なんかカラフル、レインボーいるけど、あ、これいいじゃん。はい、これでいいかな。変更保存、はい、完了。じゃ登録しません。お、ペアリングするとスマートフォンからアプリをネットでタギ、友達を検索してみ、なるほど。これでミラーリングできるのかな。なんか、よいしょ。なんか、VR の方は、なんか、CPU みたいなマークって言ったんですね。ヘッドセットに表示された5桁入力してくださいって。今ヘッドセットつけてるんですけど、何にも表示されてないですね。ヘッドに画面、あ、来た！ヘッドセットに画面来ました。はい。はーい。これでミラーギングできるようになるかな？わかんないですけど。どうなんだろう。もうペアギングしてますね、スマートフォンと。ペアリング完了。54% です。ペアリング完了しました。はい。コントが 100%。はい。用意しておきましょう。はい。これ座ったままできんの？あ、有効にする。はい、あ、完了し、なんか始まりました。境界線を引くそうです。はい、できました。ミラーギングできるのかな。ミラーギング開始。あ、ミラーギングできるのかな。お、ハンドトラッキングしてますね。お、録画もできる。録画もできますね。はい、こんな画面が映ってます。はい、これでいいのかな、ミラーリング。で、境界線を引くと、はい。どうすればいいの？ハンドトラッキングがね、ほら、こんな感じで、見えないか。こんな感じでできてるんですよね。すごい。指が。こうか、これが。おい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 。おい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 。このスマホの画面どうなってるの？ちゃんと撮れてるの？で、開始はどうすんだ？コントローラーでいいの？コントローラーで。開始。はい。境界線、どうせ、座ったままでできんのかな。床を見てる。机があるんだよね。はい。どうしたもんだ。はい。どうなんだ。
利用できませんでした。すいません。まあ、場所が悪いですね。はい、これ。指でできんのかな？これでいいのかな？あ、これで。おー、反応トラッキング。おー、確認。よいしょ、確認。あ、いいの？まあ、いっか。まあ、いっか。あ、来た来た。ネタボタン。ネタボタン。ネタボタンはどれ？これか。はい、来た。おー、来た！実写なんですね、ベースが。おー。今すぐ予約。うん。入手する。入手できんのこれ。終わろっか。おー、これで自由にできんのかな。ほいほいほい。ハンドトラッキングは？手でもできんのかな。手じゃできない。手じゃできないかな。うん。はい、手じゃできないのかな。おー。あ、チュートリアルありますね。これやりましょう。ほいほいほい。おー、これでね、動かせると。おー、これでね。距離とかは関係ないのか。おー、すごい！これすごいっすね。おー。で、次。あー、次、次。はい、手を見る。え？どういうこと？指をピンとして離して。これで、おー、メニューが開くの。おー、あ、動画撮る。あ、ちょっと違う。何、英語よくわからない。英語よくわからないです。ごめんなさい。あ、これで、あ、これで、全体調整。はい。あ、調整できた？動画撮りたい。動画撮影、どういうこと？これで、ちょっと一回撮ります。これで、動画撮れる？なんで？撮れません。よいしょ。これでいいのか？おー！ VR の空間来ました！おー！すごい！あ、手もついてくる。おい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 。おい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 おもうちょっと上なのか。ちょっと上側につけますか。スマートフォンから VR の写真や動画の。ああ。今ミラーリングできてんじゃないの。ああ、できてますね。設定。で、カメラ。うん、動画。左目、右目。こっちの方がいいですかね。左目でいくか。で、カメラはこれでいいのかな？ミラーギングできてるのかな？はい、ミラーギングできてますね。うん、マイクはミュートしない。はいはいはい。すごいな、これ。で、基本データ。まあ、動画撮れないのなんでなの？あ、撮れた。ん？あ、撮れてない？撮れてない。動画撮影の撮影機能が無効。それをどうすればいいんだって話。それを教えて。どれなんだろうな。
うん、シュートギアはいいでしょ。もう MR が体験できますね。もういろんなゲームありますね。もうすごいすごい。バーチャルホーム環境すごいな、これ。こんな感じでね。おー、自分映ってる。おー、こんにちは。あ、左で弱い。左で、距離が近いんだ。よいしょ。ズッキュン、ズッキュン、ダンダン。はーい。グッチ、サムズアップ。うん。オッケーオッケー。なんてねー、低評価。高評価お願いします。チャンネル登録、高評価、お願いします。登録登録、登録登録。すごい。なにこれ。なんか一瞬出たけど、なに。なんだっけ、あ、服、あ、そういうことね。うん、いいよ。ああ、お金でね、買えるのね。これは普通に欲しくなりますね。視点は？視点でなんかできることはないか。うん。保存でどうなんの？これどうやって変わんの？どのタイミングで変わんの？変わる？変わんないか。保存は何？よいしょ。あ、変わった。いやー、変わっちゃった。下までね、ここの辺トラッキングしないんで、ここまで、前に手出さないと、なかなかね、トラッキングしてくれない。上はあんまトラッキングできないですね。万歳とかあんまできない。うん、ま、万歳しにくいですね。上の方はあんまかな。うん、この前の方。ああ、ばん、うん、こんな感じですかね。鏡の位置移動してる。できないかな。どうやんだ。ああ、クローゼットだね。おまとめて。はい、戻ってきました。で、どうやってカメラをオンにすんの？お、なんかインストール2件ありますね。コントローラーを握ってみますか。あ、コントローラーに認識しましたね。コントローラーもなんか、手はね、こう、ボタン押さなくてもこう、ね。指のおかげなのかな？どうなってんだ？あ、指のおかげじゃないな。コントローラー自体がこうボタンを添えるだけで反応してるかな？よくわかんないけど。あ、でもそんな違う。よくわかんないですね、うん。ボタンを添えるだけで。この位置をね、トラッキングしてくれますね。あ、でも、うん、人差し指。また指はしてくれないの？ここの部分だけですね。うん、ここだけ。こうね、こう、この動き。これは、あ、これは、ハンドトラッキングしてるからかな？よくわかんないですけど。ハンドトラッキングのおかげなのか。うん、なんか、まあでも中指はしてくれないんで。まあ、あんまかな。中指は、うん。まあそっか、こんな感じで。あの3本の指が。ね、トラッキングした。で、これで操作するのが一番楽っちゃ楽ですね。あ、録画ありますね。これでいけるのかな。お、録画できました。録画、メタクエストで録画できてますかね。はい。これでいいのかな？おー、こんな感じです。はーい。マイクとかどうですかね？うん。わかんないですけど。それは良くて、チュートギアル。できましたね。嬉しいですね。で、チュートギアルとかないの？うん。あ、これでいいのかな？指を。これどうやってハンドトラッキングき、あ、チュートギア終わっちゃった。あ、終わっちゃ、消えちゃった。
チュートリアル続き見たいんだけど。ああ、これか。ああ、これで見えますね。ハンドトラッキングはどうやってやるんだ。こいつか。すでにジェスチャーコントローラーを有効にしてもらえ、手と、ああ、こうやって、トゥントゥン、トゥントゥン。ああ、これで、ハンドトラッキング変わると。おお、変わった。なるほどね。コントゥンってやんのね。トゥントゥンってやんの、これ。トゥントゥンで戻せる。で、これでね。ああ、なるほど。わかりました。はいはい。なるほど。はーい。おう、ここで動かせると。端っこ持つとね。はいはいはい。で、奥にもできんの？おー！おー！すごい！おいおいおい。充電がない。なるほど。はーい、こういうこともできると。って感じですね。はい。なんでこれね。あ、録画できました。はーい。録画ができると。トラッキングいいっすね。あー、学べました。なるほど。そういった感じですね。より深くわかりました。ということで、ご視聴ありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録と高評価ボタンと、チャンネル登録と高評価ボタンと、あと何ですか？あとなんだろう、TikTok とか、ツイキャスとか、X のフォローよろしくお願いします。ということで、さよなら、さよなら、さよなら。VR っていいですね。なんだっけ？ありがとうございました。これで、ね。